えれえことになってんじゃないの。新たな目的地として挙がったのは大監獄インペルダウン。もしそこに行けばキロは海軍本部のあるマリンフォードを通過せざるを得ない。そんな危険を冒してまで監獄の中を調べる価値があるのか、戦場では疑問の声が上がったが、ルフィの決意は揺らぐことなく、一行はインペルダウンを目指すこととなる。その途上、ナミはその光景に目を疑った。かつてイーストブルーで崩壊させたはずのアーロンパークが再建されていたのである。何よあれ、どう見てもアーロンパークじゃない。アーロンは行方不明と聞いとったが、やつはわしの身内じゃ。ここにやつがいるならわしが止めねやならん。ルフィ君、すまんが行かせてくれんか。じゃあ俺も行くよ。アーロンも強くなってるかもしれねえからな。見ろ、アーロンがおったぞ。近くに誰かおるな。あれ、クロコダイルよ。何か、なんであいつら一緒にいるんだ。おそらくは海軍に対抗するために同盟でも結んだんじゃ。これはがこの手で。サチのやつまでアーロンに従ってるの？私、ちょっと行って話してくるわ。アルチザン、次はおっとっと。はじっ。アーロン、アーロン。うん。うん。これでは進めん。はじ。なんとしてもアーロンに会わねば。アルチザン。はじ。はじ。はっ。アルチザン。敵が多すぎるわ。このままじゃハチのところにたどり着けない。ラガモン、そういえあの口の悪い女はどうした。偉そうにしてやがったが逃げちまった。逃がしゃしねえさ。出撃の準備をさせてるところだ。殺されてんのか。はっ、アルチザン、よっ、うん、はっ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 、アルチザン、アイスコーン、はっ、はっ、はっ、うん、うん、アイスバック。お
行っとくか。すまん、助かった。おっとっと、おっとっと、俺とやろう。何手こずってやる。さっさと増援を向かわせろ。魚人の恐ろしさを思い知れ。やることいる。目も戦いやがれ。アイスブロック。フェザーバック。誰に物を言ってんだ。ザコンナにでもやらしときゃ十分だろうな。ザコンナじゃねえよ。あたしの恐ろしさすぐに見せてやる。おっとっと。あ、お前なんでここにいるんだ。よく来た。やろとけ。歓迎してやるぞ。話を聞く気もねえのか。楽しいぞ。おっとっと、おっとっと、おっとっと。今予算したろ。楽しいぞ。そんな隙があっちゃ勝てねえよ。アイスブロック、フェザーバック。やめとけ。きれいな
私に触るんじゃねえよ。邪魔するんじゃねえぞ。おっとっと、お前らとは戦いたくねえけど仕方ねえんだ。ごめんな。アイスブロックフェザンズバック。あれじゃ説得は無理。カルシナルハッシュ、うん、カルシナルアイスブロックフェザーハッシュ、いって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 、ちょっと休ませてくれ、うん、アイスブロックフェザーズバック。決まったのか。情けねえ。あとは残りの兵力を突っ込ませるしかねえな。アルチザン、アルチザン、門が開いたぞ。今なら入れるんじゃねえか。うまくいったみたいね。みんな行くわよ。おっとっと、アルチザン、おっとっと、あらららおい、ザコ女はいるか。アルチザン、
その失礼な呼び方をやめよ。ミイラになるか。また出てきた。早く倒さねえと面倒だな。やめとけ。いいか、このやり方が絶対に正しいとは言わねえ。正義なんてのは立場次第で変わるもんだ。面白かったぜ。じゃあな。あの野郎、手を抜きやがって。ずるいぞてめえ。自分だけさっさと逃げんのかよ。あいつ全然本気じゃなかった。本当はもっと強いのに。私は成り行きで戦ってただけなんだ。もう絶対ダメから。やめてくれ。アイスブロックフェザーズバック。やるぞ。やめとけ。アイスブロックフェザンドバック。ナイスタイム。脱ぎ上がれ。おっとっと。寝てもいられねえか。これで終わると思うな。これで懲りてくれるといいんだ。
んだけやったんだ。おっとっと、しばらくはアーロンも悪さしねえだろ。だといいんだ。とにかくアーロンは懲らしめたわ。みんなありがとう。やるじゃないの。まあこれに懲りたらあんまり無茶しなさんな。じゃあな。やはりアーロンを説得することはできんかったか。ジンベエちゃんが謝ることないわ。それよりあんた、なんでここにいんの？うるせえな。仲間になってやるって言ってんだよ。モリアに捨てられたってわけ。知らねえよ。また勝手にいなくなっちまったからな。大海賊同盟って知ってんだろ。モリア様も最初はあれに入るって言ってたんだけど。ではアーロンたちも同盟に入ろうとしていたのか。いや、あいつらは違う。同盟に入るのが嫌だって連中が寄り集まってただけだ。私も好きで加わってたわけじゃねえんだ。頼れるやつは誰もいねえし、帰る家もねえし。で、今度は私たちの世話になろうっての？それってちょっと虫が良すぎないかしら。困ってる私の世話ぐらいケチケチすんじゃねえよ。ブルックはモリアに散々な目に遭わされてるのよ。その部下だったあんたを簡単に迎えられるわけないわ。罪を憎んで人を憎まずいいですよ。お前ブルック本当にいいの？その代わりパンツ見せてもらってもいいですか？見せねえよ。じゃあ先に進みましょうか。インペルタウン？聞いてない。そんなとこ行くなんて聞いてない。